早速ではありますがチーム CWX の発足と CWX のブランドコンセプトを体験していますイチローさんのキャプテンの就任を記念いたしましてこちらをご用意しておりまして着用されているのはこれまで発売された歴代のイチローさんデザインタイツの中からイチローさんが最も思い入れのある2018年のデザインのタイツです。 いかがですかおおという声が漏れましたが <laughs> いやこういうのって事前に見せてくれるもんなんですけど <laughs>、はい、悪いですよねワコールさん悪いですか全然見せてくれなかったですずっと隠していましたでもこう見えてるんですね <laughs> そうですね人は一郎がこう見えてるってことですね <laughs> はいどうですかすごくリアルですよちょっといいですか <laughs> <laughs> ご自身の姿をこう客観的に見るということはなかなかないですもねないですもちろんあでも。 スパッツかっこいいねうん、うん、それ以外はちょっとあの僕もうちょっとバランスがいいのかと思ったら <laughs> 意外とあの足しっかりしてないですか足の筋肉がやっぱりもう少しなんか細いイメージでいたんですけどすとす、ええ、割としっかりしてますねこう覗き込んでみると厚みがすごいですそうですね あと、はい、で,でやりますけどダブリああそうですかリアルですねええー、指のしわ一本一本まで忠実に再現されてるんですがリアルだね <laughs> マネキンの撮影というのはイチローさん初めてですよねもちろんですどうでしたかいやあのカメラがねもう何台あれあるんですかね何十台じゃないですよ、えー、360度 もうあららゆる角度か何だよ130台らしいです全部カメラで面白かったのはまあこうバットを振ったり全力で振るわけじゃないですけどこうバットを振るときにやっぱりその高価な装置なんでそのえらいことなんですよのバットが当たったら壊れちゃったりしたらカメラがその時にあに周りのまあワコールさんが。 ああーってやるんですよそれはつまりバットの軌道がそのギリギリを通るからなるほどいやでもそのバットの軌道ぐらい僕分かってるからそれはそこそこうまいから全然心配ないのにああーってやってたのがとても印象的でしたそうだったんですね一郎さんが皆さんどうぞアプリとお写真を撮りください